今年もやってきましたクリスマスの季節。皆さんはもう今年のクリスマスの準備は進んでいますか？今回はそんなクリスマスを手作りのぬくもりで彩ってみませんか？クリスマスタペストリーの作り方をご紹介します。お部屋に飾れば特別なクリスマスが過ごせること間違いなしです。ご一緒にクリスマスの準備を始めましょう。材料はクリスマスプリント、裏布、キルト綿、バイアステープ、フリーザーペーパー、片面接着芯です。フリーザーペーパーのザラザラした方に図面を描きます。中央は8枚のひし形を縫い合わせたパターン、レモンスターです。このパターンはチャンネル内のレモンスターの型紙とつなぎ方でご紹介しています。早速作っていきます。最初はフリーザーペーパーに書いた図面を番号を書いて切り離します。このペーパーは裏に糊がついているので布の表にアイロンで接着させて1センチの縫い代を取って裁断します。中央から外側に向かってどんどん貼り付けていきます。皆さんのお家ではクリスマスにはどんな料理を作られますか？クリスマスの定番料理は国によって様々です。今回は世界各国の代表的なクリスマス料理を少しご紹介しますね。アメリカは言わずと知れたローストターキー、七面鳥ですね。付け合わせにマッシュポテトやクランベリーソースが定番です。イギリスはローストビーフ。作り方は牛肉に塩コショウとローズマリーをすり込み焼き上げます。付け合わせにヨークシャープディングが定番です。フランスではブッシュドノエルというクリスマスの丸太を模したケーキで見た目も華やか。日本でもケーキ屋さんにありますね。作り方はジェノワーズをロールケーキ状に巻き、生クリームとチョコレートで飾り付けます。日本のクリスマス料理の定番は、ちなみに老夫婦だけのうちの会話は、クリスマスだでケーキでも買う？いらん、です。一番外側のパターンは映像のように端も折り込んで貼り付けます。趣味でパッチワークを始めて長いので、たまった作品が押し入れやら段ボールに、捨てるに捨てられなくて、かといって人に差し上げるほどいいものでもなく。皆さんは作品どうされていますか？たまっていませんか？就活中で悩むのですが、また押し入れに逆戻りです。次回はクリスマスの作品だけの動画です。拙い作品ばかりですが、チャンネル登録して通知ボタンをオンにして待っていただけると嬉しいです。今日この動画がアップされたら、明日から映える写真の撮り方を少し勉強します。待っていてください。次は下から裏布、キルト綿、今貼り付けた表布を乗せてペーパーを剥がしながら3枚を待ち針で固定していきます。
最後のこのパーツを縫い代を折り、映像のようにつけます。付けの次はキルティングです。今回のキルティングは手縫いですが、ミシンでも良いですね。キルティング糸には金の糸と銀の糸を使いました。光の当たり方で少し光ります。毛を外すときはキルティングの糸と重なり合っていることがあるので、引っ張らないように外しましょう。外せたら表布、キルト綿、裏布を出来上がり線で揃えてカットします。バイアステープを作ります。4センチ幅で約160センチ。バイアステープで周囲を始末したら完成です。今回はミシンで額縁仕立てにしてみました。
とは祭り縫いをして完成です。のんびり手仕事なので YouTube への投稿は不定期です。チャンネル登録して待っていただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。